力を合わせれば、また家を立て直せる。なのになぜわからん。見つまり家康は豊臣を必ず潰そうとする。奴の志が誠のものであればあるほどにな。奴が数と力で押してくるなら、俺は絆の力で立ち向かい、勝つだけだ。 存続を願うことと秀吉殿の意志をつなぐことは違う。秀吉殿の子らはそれを分かっておらぬ。ならば進まれ殿。秀吉殿の志をつなぐためにもな。 豊臣秀吉のもとに天下は統一される。長き乱世は終わったかに見えた。だが秀吉が没し、家臣の抑え役前田利家も病に倒れると、天下は再び居すぐり始め、次なる天下人の座を狙って徳川家康が動き出したのだ。家康の実力を目の当たりにし、秀吉子飼いの将加藤清正、 福島正則らも徳川方につく。一方、石田三成は豊臣の天下に固執し、家康への対抗姿勢を強めていった。秀吉子飼いの将の対立は正則らによる三成襲撃事件にまで発展する。三成は家康の仲介で難を逃れたものの、沢山城での蟄居を命じられてしまう。この時、 三成と志を同じくする上杉家の直江兼続は、断崖城を送って家康を挑発。怒りに駆られた家康が会津討伐に向かうと、これを好機と三成は動いた。反家康派の大名を糾合し、家康が開けた伏見城を囲んだのである。 家康は今上杉討伐に向かっている。その隙に伏見を落とし、畿内を抑え、その後伊勢美濃を制圧、上杉の兼続らと共に家康を挟撃する。壮大な計画ですな。絵に描いた餅だと言いたいのか。<笑>よくお分かりで。 そうかもしれん。だがな、左近、俺は是が非でも勝たねばならぬのだ。豊臣の世を守るために頼む、左近。
島津義弘殿は我が軍に加わりたいと。島津、東軍についていたはずだ。わの、相手は兄弟なんです。使えるものは何でも使うべきです。分かった。島津の女性、ありがたく受け入れよう。形にはもう、こだわらん。どんな手を使っても守り通してみせる。
Thank you.
敵を攻撃するぞ。 Come on.
今一度己が心に望む道を進んでほしいのだ。この乱世に生まれた一個のものの人して、だがそれでもここにいたい。皆がそう思ってくれるのなら共に進もう。